こんにちは。はじめまして。まずは最初に自己紹介させていただきます。私は MD アシュファクル・ラハトと申します。日本語で平和という意味です。24歳です。今年にバングラデシュ・ユニバーシティ・オブ・ビジネス・アンド・テクノロジーという大学を卒業しました。専攻はコンピューター・サイエンス・アンド・エンジニアリングでした。今からベストプロジェクトについてプレゼンテーションをさせていただきます。次は私の技術スキルです。C++ と Java と JavaScript、HTML と CSS と Node.js と MySQL と MongoDB と Firebase と SQLite ができます。アプリ開発とマシンラーニングも知っています。今、React.js と TypeScript 学んでいます。これは私が最初に研究したプロジェクトです。プロジェクト名は A Hybrid Neural Network Model for Brain Tumor Detection in Brain MRI Images です。このプロジェクトで CNN とか LSTM とか Python とか Kaggle とかが使いました。私の役割は Make a Better Hybrid Object Detection System でした。ティームメンバーは5人でした。次は学術プロジェクトです。プロジェクト名は Checkmate Multiplayer Chess Gaming Website です。このプロジェクトで HTML とか CSS とか Node.js とか MongoDB とかが使いました。私の役割はダータベースとバックエンドエンジニアでした。チームメンバーは3人でした。次は個人的なプロジェクトです。プロジェクト名は Kanji Learning アプリです。このプロジェクトで Java とか XML とか Firebase とか Android SDK とかが使いました。私の役割はアプリデベロッパーでした。他にはいろいろなオンラインとオフラインのプログラミングコンテストに参加しました。BIUPC にアワードを取得しました。様々な経験を得て新しい技術を発明したいです。そして5年で新しいソフトウェアエンジニアを育ちながら、社会に貢献をしたいです。ご清聴ありがとうございました。